提出者、早稲田由紀君。ただいま議題となりました国民本位の新たな感染症対策を自立するための2法案につきまして、提出者を代表してその提案の理由及び内容の概要をご説明申し上げます。内閣提出の感染症法改正案は提出時期、施行時期とともに遅すぎます。岸田内閣は感染拡大防止と社会経済活動の両立を掲げておりますが、第7波で何ら効果的な対策をせず、その結果感染者数、死亡者数、医療難民数が過去最多となっております。擁立どころか感染拡大も防止できず、社会経済活動も中途半端となっております。感染症対策とは国民の理解を基礎に迅速的確に医療や医薬品等を備え、過度の人権制約や国民生活への悪影響を防ぎ、柔軟に感染症の位置づけのあり方を見直すものであるべきです。以下2法案の概要をご説明いたします。まず国民本位の新たな感染症対策を自立するための感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律および予防接種法の一部改正法案では、コロナ後遺症ワクチン副反応に関する情報の公表や医療機関の支援、新型コロナの新型インフルエンザ等感染症の位置づけの見直し等について定めることとしております。次に新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定および使用に関する特別措置法案では、新型インフルエンザ等の治療に有用な医薬品について厚生労働大臣による指定制度を導入し、当該医薬品の買い取り増産要請等の確保の措置等を講ずることとしております。これらの法案は国民本位の感染症対策を自立するしようとするものであり、何とぞご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。田畑博明。